海上自衛隊時期最上型の全容を入手したよ。三菱の悪魔的な建造スピードに中国も驚くほどだね。次は海外輸出を念頭に、建造計画が進み出すらしいな。今回は次期 FFMAAW の性能を詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2023年11月7日から9日までオーストラリアのシドニーにある ICY シドニーで開催されたインドパシフィック2023に、現在防衛装備庁と三菱重工業が開発を進めている FFM に代わる、次世代主力護衛艦となる新型の水上戦闘艦 FFWAAW の模型展示を実施したよ。インドパシフィックはインド太平洋地域における最大規模の展示会の一つで、自衛隊で運用する装備品の魅力や、高い技術力を官民一体となって広く発信し、諸外国との防衛装備技術協力を推進することを目的として、今回は防衛装備庁と三菱重工との共催でブースを出展したもので、新型水上戦闘艦 FFWAAW の輸出を視野に置いた展示参加として注目されているな。海上自衛隊に現在配備が進められている FFM は、これまで海上自衛隊には配備されていなかったフリゲートを表す、カンタネ記号 FF に、多目的に対応する多機能性マルチパーパスとキライマインの M を足したもので、現在は1番艦モガミ2番艦クマの3番艦の白4番艦ミクマまでが収益して配備され、6番艦アガの7番艦ニヨド8番艦ユーベツが浸水して偽装中であり、さらに9番艦と10番艦の建造が竣工されているね。モガミ型護衛艦は基準排水量3900トン満載排水量5500トン全長 133.0 メートル。最大幅 16.3 メートル深さ 9.0 メートルの艦隊で、機関方式はディーゼルエンジンとガスタービンを組み合わせた CODAG 方式で、MT30 ガスタービンエンジンが1機と、MAN 車 12V2833DSTC ディーゼルエンジンが2機によって7万馬力を発揮し、2軸のスクリュープロペラで最大速力30ノットでの航行が可能なんだって。また乗組員は約90名と少なくこれまでの同クラスの護衛艦の3分の2から半分程度の人員で送還が可能であり、このことで慢性的な人員不足に悩む海上自衛隊が必要な護衛艦数を確保することができるぜ。搭載される兵装は、62口径5インチ砲 127mm 単装砲外機器に国産日本製鋼所製の遠隔操作式無人銃か RWS が2機搭載され、そこには 12.7mm 機関銃が装備されているみたい。また、航空機は SH-60 軽哨戒ヘリコプター1機が搭載可能だぜ。股間の対空兵器として近接防空ミサイルシーラム11連装発射機1機が搭載され、対水上艦攻撃用には対艦誘導弾1と7式艦対艦ミサイル SSM-4 連装発射等2機、潜水艦攻撃用として、324mm3 連装単魚雷発射艦2機が搭載されているほか、対空対艦対戦攻撃用ミサイルいずれにも対応可能な、MK-41 垂直発射装置 VLS-16 セル1機の搭載が計画されているものの、それに搭載するミサイルの種類に検討が必要とされたことと、世界的な半導体不足などの影響を受けて VLS や関連する機器の納入が遅れていることなどから、現時点では8番艦ユーベツまで後日装備とされていて、VLS 搭載後には中距離対空ミサイルや、丸7式垂直発射魚雷投射ロケット7 VLA などの運用が予定されていると見られているな。また、FFM の M を意味する機雷船には、対機雷船ソナーシステム OQ-91 が搭載されるほか、無人機雷排除システム用水上無人機 USV と機雷捜索用無人機 UUV などが搭載され、これまで掃海艇が担当していた、機雷掃海も担うことになるほか、簡易型機雷敷設装置を搭載され機雷の敷設も行えるようになったらしい。さらに電子戦にも対応可能で、NOLQ3E 電波探知妨害装置が搭載されているようだ。このモガミ型は当初計画では22隻の建造が計画されていたが、当時は三菱重工業が主契約者として、
自社の長崎造船所で建造していたほか、三井 E&S 造船を下請負者として同社の玉野幹線工場で建造を担っていたものの、三井 E&S 造船が艦艇造船事業を三菱重工へ譲渡したことに伴い、すべての FFM が三菱重工グループで建造していたんだけど、そこに三菱重工業が FFMAAW の建造を担当することになったため、最上潟護衛艦は12隻を持って建造を終えることになったよ。次世代護衛艦となる FFMAAW の AAW とはアンティエアウォーフェア対空戦を意味していて、この新型護衛艦では搭載される兵装は最上潟とほぼ同様になると見られているんだけど、VLS のセル数が最上潟の16セルから32セルと倍増されることが明らかにされており、そこに中射程艦対空ミサイルを搭載することによって、敵戦闘機から発射される空対艦巡航ミサイルや、地上発射型の地対艦巡航ミサイルなどを遠距離から迎撃する能力が高まり、最上潟護衛艦では不足しているとの指摘があった対空戦闘能力が強化されることになるんだ。また FFMAAW は最上潟に比べて基準排水量や全長が増加していて、基準排水量は最上潟の3900トンから、4880トン前後に増加となり、全長も 133.0 メートルから約142メートルとされていて、これまでの汎用護衛艦 DD のサイズを上回る大型化が図られ、このことにより航続距離の延伸や、乗組員の居住性と耐候性などの向上が期待されて様々な任務に対応できるようになるとされているぜ。そして最上潟と同様に、レーダー反射断面積 RCS を低減するために船体はステルスの高い形状や、マストのデザインとなっていて、特に最上潟の外観上の特徴でもあるユニコーンの角のような形のマストは、レーダー波を散乱させるだけでなく電子線や通信などの機能を備えているらしい。防衛省ではこの FFMAAW を最上潟に変えて12隻の建造を計画していて、最上潟が1年間に2隻建造されていたペースよりも早く、2024年度からの5年間で12隻を建造することになっており、2025年度予算の概算要求で FFMAAW2 隻の建造費1474億円が計上されたんだ。ところで防衛省は2023年6月、最上潟護衛艦2番艦の熊野を約2ヶ月の前インド太平洋方面派遣任務につけて、海上自衛隊の技量の向上と相互理解の増進、信頼関係と連携の強化を図るとして、フランス海軍インドネシア海軍などとの共同訓練を実施させたほか、シンガポールマレーシアインドネシアに寄港させて各国海軍との意見交換や友好親善訓練をも図ったよ。しかし、この長期派遣には別の目的もあったとして軍事専門家などが指摘していて、それは最上潟護衛艦の設計ベースとなった、30FFM をインド太平洋地域各国に売り込むためのセールスプロモーションという側面があったらしい。その根拠として防衛省では熊野を、シンガポールでは5月4日に開催された、国際海洋防衛装備品展示会 IMDEX アジア2023へ参加させたほか、マレーシアでも5月30日にランカウイ島で開催されたランカウイ国際海洋航空宇宙装備品展示会へ参加させて、インド太平洋地域各国の海軍関係者が多数集まるこれらのイベントでの売り込みを図ったとされているな。また最上潟を建造している三菱重工業もまた、日本の防衛セキュリティ装備の展示会である DSEI ジャパンなどで、30FFM の模型展示などを行っているほか、防衛装備品の輸出を司る防衛装備庁も2022年12月にベトナムの首都ハノイで開催された、防衛装備展示会のベトナム国際ディフェンスエクスポにおいて、30FFM のプロモーションビデオを放映して、ペーパークラフトを配布するなどの活動をしていたぜ。そして、これらの展示会におけるプロモーションはそれぞれ反響があったとされ、熊野が5月9日から11日まで、インドネシアの北ジャカルタにある単純プリオク港に寄港した際の話として、菅基地に寄港した後に艦長の桜井敦氏に東海佐が、最上潟 30FFM の優れた先進性技術力消費とか対応について紹介し、理解を得られたと述べているね。しかしながら、
防衛装備移転三原則が整備され防衛装備品の輸出への道筋ができたとはいえ、30FFM の完成品を輸出するには様々なハードルがあって困難が予想されることから、日本政府は現時点ではユニコーンと呼ばれる電波アンテナが統合されたマストの輸出を進めていると見られているぜ。海外に兵器を輸出した経験がない日本は技術的には十分競争力があり、法的な制約が小さいユニコーンのような新技術の輸出は現実的との声が多く聞かれ、将来的に防衛装備品輸出を拡大させるための最初の一歩としては適切とする見方が広がっているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。日米対戦合同訓練は世界でもトップで、すでに世界が見ている強敵は日米同盟と言っても過言じゃないよね。特に中国などどうしても思惑通り進まないのが海底太平洋進出だろうな。さて今回はそんな日米潜水艦について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。防衛省は2020年6月20日、日本の接続水域内鹿児島県奄美大島の北東で、6月18日に潜航する外国の潜水艦を発見したことを発表し、他国潜水艦を発見したのは、海上自衛隊の P1 哨戒機や P3C 哨戒機、護衛艦加賀などだったよ。他国潜水艦が接続水域内を潜水通過するのを確認したのは実に2年半ぶりのことで、どの国の潜水艦なのか、目的などについて防衛省は日本側の探知能力に関わるものであるから公表できないとして何も公表していないね。政府関係者によるとおそらく中国海軍の潜水艦だろうという見解だったな。前とした接続水域とは、その国の領海領土から 22km の外側のことであり、かつ領土から 44km の範囲内のことを言うぜ。その先の地域を排他的経済水域 EEZ エクスクルーシブエコノミックゾーンと呼んでいて、潜水艦が領海を航行する場合には、海面まで浮上した後に国旗を掲揚しなければならないというルールがあるね。つまり領海の潜航禁止は決められていることで、領海内では漁業も行われているため、安全を考慮すれば存在を明らかにするのは当たり前のことってわけだ。接続水域内では潜航することが認められているという海のルールも存在し、要するに、本案件については日本の領海ではなく、接続水域であるため潜航禁止ではなかったということだな。しかし領海ギリギリの線を往来されれば、不愉快な気持ちになってしまうぜ。この事態に海上自衛隊の潜水艦林尾の元艦長などを務めた伊藤氏がインタビューで、以下のように答えているよ。中国の潜水艦に間違いないだろう。わざわざ接続水域を潜って通るということは、完全に意図的なものだ。人間に指紋があるように、スクリューの回転音など、潜水艦にはそれぞれ独特の音紋というものがある。詳細は言うことができないが、海上自衛隊はそれらの情報をすべて持っているため、どの潜水艦かは見当がついている。だから自分が海上自衛隊に捕捉されているということも理解している上で、その探知能力を試すのが一番の目的だったのでしょう。習近平主席による独裁体制が確立して以降、ナショナリズムを高揚させるために、軍が主導して対外的に強硬策を取っていると聞いている。尖閣での動きもそうだが、実は去年から始まっていた動きなのだ。このようにして、平時においても様々な動きをして抑止力をぶつけ合い、睨み合いをしているというのが水面下で起きている現実なのだと述べたんだ。ちなみに中国は2019年時点で60隻以上もの潜水艦を保有していると言われており、この数は日本の保有数を大きく上回っているらしい。さすがは軍事大国中国だと、ここでは褒めておくぜ。さらに伊藤氏は、インタビューでこう続けたよ。確かに数字だけで比較すれば海上自衛隊は中国に追い越されている状態に見える。しかし、問題は潜っている潜水艦を見つける能力の差であって、今はアメリカ海軍がナンバーワンと言われているが、1990年代までは海上自衛隊が世界で一人勝ちのような状態だった。横須賀のアメリカ海軍第7艦隊と一緒に訓練をしていたため、
アメリカに引っ張られるように能力が向上していった。加えて P3C500 機体制にしたことで、一気にレベルアップした。例えば私は1998年にハワイ沖で行われたリムパック演習に日本代表として参加したが、林を一隻でアメリカを含めた艦隊を全滅させた。今も対戦線の技術においてはイギリス、フランス、ロシア、中国もダメだし、イージス艦の能力とミサイル防衛の能力も日本とアメリカだけがズバ抜けている現状だ。だからこそアメリカは海上自衛隊に対し世界で一緒にやれるのはお前らだけだと言っているのだ。だからこそ、中国海軍が日本を妙に意識しているということだと語っていたんだ。リムパック艦太平洋合同演習は防衛省関係のニュースでよく登場する単語であり、アメリカ海軍の主催によりハワイ周辺海域で行われる各国海軍の軍事演習のことであり、初めて聞いた方は覚えておくと良いだろうな。日本の海上自衛隊は1980年昭和55年から、総40年も前から参加しているということになり、また、先の伊藤氏がインタビュー内で述べていた1998年のリムパックには日本、アメリカの他にオーストラリアと韓国も参加していたぜ。ここ最近の外国艦艇の行動に関して、中国潜水艦の潜航を受けた当時の河野太郎元防衛大臣は自衛隊に対して、緊張感を持って情報収集にあたり、領海領空の警戒や監視に万全を期すようにと指示を出しているね。このような外国との緊張感を膨らませるような出来事については、広報戦略の一環としてわざと国内外に知らせることはよくあることなんだ。この活動の課題について伊藤氏は、私は2001年の同時多発テロ 9.11 前後の年にワシントンで駐在武官をしていた。その後、自衛隊の広報室長の職も務めたが、日本のお役所作業というのは、どうしても固い部分が多くて、記者などの外部の人間に情報を提供したり、実態を見せたりするというのを回避したがっていたと語ってくれたよ。つまり一般国民が国防に関わることを教えるのは難しいというよりも教えたくないという雰囲気が強いということが言えるんだが、しかし、海で働く人たちは海上自衛隊や海上保安庁の職員だけではないからな。海では漁業関係者のみならず、観光客を相手の商売をしている人もたくさん存在しているわけで、そのような人たちを含めて、多くの人々に日本が抱える対外的な課題を知ってもらうことが必要であると訴えたいぜ。機密が漏洩してしまえば、日本が危うくなることは理解しているが、しかし日本国民を海外の敵対する国から守るのが自衛隊であるならば、海の働く人たちの安全を守るためにも、防衛省や国の機関は情報を広く公開してもらいたいと強く願うところだ。また、今後も日本の接続水域を脅かす周辺国の潜水艦をいち早く探知してもらい、次は国旗ではなく白旗を上げてもらうことを期待したいね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。救難飛行艇 US2 の製造企業として日本ではよく知られているのが新明和工業社だが、同社がイギリスの航空関連のベンチャー企業であるアエラリス社とが2023年3月15日に業務上の提携を結ぶことが判明し、大きな注目を集めているよ。すでにこの公表が行われた同月内に日本の新明和工業社とイギリスのアエラリス社とは、今回の提携に基づく動きを開始する予定とされており、航空機の設計から製造に至る一連の流れで協力を図ることとなる見込みだな。今回は日本の新明和工業がイギリスのアエラリス社と提携を結ぶ件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、概要としては今後の航空機開発に必須と考えられているデジタル手法を取り入れたエンジニアリング、そしてその過程をマネジメントしていくやり方を共に構築していくというのが今回の提携の内容のようだね。イギリスのアエラリス社は、アエラリス高等ジェット練習機と呼ばれている航空機を手掛けている企業であり、同機は2015年に DART という呼称で世に送り出されたモジュール方式を取り入れた機体となっているよ。アエラリス高等ジェット練習機は、基本操縦の練習用機体、基本ジェット機の練習用の機体、高等ジェット機の訓練用の機体から、
デモ用の機体、軽戦闘機、無人航空機等まで、パーツの組み替えで対応することが可能なんだ。こうした複数の用途への対応をアイラリス高等ジェット練習機は、機関部主翼尾翼等の構成パーツを変更することで実施できるモジュラー方式を採用しており、航空業界では非常に高い関心を集めているぜ。アイラリス高等ジェット練習機はモジュラー化されたパーツ以外では、基本のアビオニクス、制御システム、中核の胴体部などのおよそ 85% を共通化しており、非常に先進的な設計だと評価されているな。こうしたモジュール方式と中心となるパーツの共通化を行うことで、アイラリス高等ジェット練習機は使用者の用途に応じた高い汎用性とその運用コストの低減が図れると目されており、画期的な機体とみなされているってわけだ。そのためイギリス空軍は傘下のラピッドケイパビリティーズオフィスを通してアイラリス社に出資を行っており、2021年2月には3年の開発契約も締結し、アイラリス高等ジェット練習機のさらなる進化を後押ししているよ。これに応える形で2021年9月にアイラリス社は、アイラリス高等ジェット練習機を無人航空機化した中で、さらに戦闘機型や空中給油機型などの多様な形態への横展開を発表し、その拡張性の大きさを世に示したんだ。こうしたアイラリス社の推進しているアイラリス高等ジェット練習機の開発の方向性は関連企業において非常に高い評価を獲得しており、イギリスを代表するロールスロイス社も同年同月に航空用の機関部の供給契約を結んでいるね。アイラリス社への投資はこれらロールスロイス社などの同じイギリス国内の企業に止まらず、中東の産油国カタールのバルザンホールディングス社も名を連ねており、1050万ポンド約17億円弱の出資を得ているぜ。これもあってかアイラリス社は2022年3月にカタールで行われた展示会で、アイラリス高等ジェット練習機の実物大模型2機を送り込んで展示しており、バルザンホールディングス社はもとより同国のシャイフタミーム・ビンハマド・アール・サーニー市長も姿を見せたらしい。アイラリス社の将来性には軍需航空企業の大手も期待しているため、本国の BAE システムズ社、さらにはアメリカのボーイング社も出資を行っている状態であり、世界のジェット練習機市場に新たな潮流を巻き起こす可能性が高いってわけだな。2023年時点では、世界のジェット練習機市場では韓国製の T50 が大きなシェアを築き、その軽戦闘機版である FA50 とともにアメリカ製の F16 ファイティングファルコンの介護艦として一定の評価を得られていたよね。今後はアイラリス社のアイラリス高等ジェット練習機が、そうした市場に食い込んでくるものと思われ、同機はさらに無人航空機としての拡張性も備えるため、西側諸国を中心に大きなシェアを獲得するのではないだろうかとされているよ。今回は日本の新名は公用車とイギリスのアイラリス社との提携という話題であったが、日本とイギリスといえばそこにイタリアを加えた3カ国で GCAP グローバルコンバットエアープログラムを行うことが2022年12月9日に正式発表されているね。この GCAP グローバルコンバットエアープログラムでも、数年前までであればこうした動きとなることを予期した関係者は少なく、従来通りのアメリカとの共同開発の線が濃厚であると大多数が考えていただろうな。日本が太平洋戦争後にアメリカ以外の国と兵器の共同開発を行うこと自体が初の取り組みであるため、GCAP グローバルコンバットエアープログラムにおける次期戦闘機の開発にも大きな注目が集まっていることは言うまでもないぜ。ただし日本の次期戦闘機開発に関して、今後のこうした戦闘機開発プロジェクトで必須となる随伴する無人航空機の開発においては、やはりアメリカのロッキード・マーチン社が関わることが確実視されており、今後はまたクローズアップされるだろう。一方のイギリスにおいては GCAP グローバルコンバットエアープログラムにおける次期戦闘機は、BAE システムズ社が統括するが、前述のように同社はアイラリス社への出資もすでに実施していることから、随伴する無人航空機にもその関与が見込まれるよ。さて日本の新名は公用はといえば、海上自衛隊が採用している大型の救難飛行艇 US-2 の製造元企業として都によく知られていると思うが、同社は太平洋戦争の敗戦までは川西財閥の傘下の川西航空機として軍用の航空機を手掛けていたんだ。
その当時の川西航空機は日本海軍に対して、極地戦闘機として高名な市電及び市電海を製造しており、同機は太平洋戦争の戦局が日本に不利になっていく中で、日本の本土爆撃に飛来するアメリカ軍機に対抗する貴重な機体となったってわけ。ただし川西航空機といえば、今の救難飛行艇 US-2 の源流ともなった通称二式大艇。正式名称は二式飛行艇を抜きに語ることはできず、1941年から1944年までに総数167機が製造された同機は、レシプロエンジンの飛行艇として世界一とも称されているぜ。機体が大型であるにもかかわらず、4機のレシプロエンジンを搭載し速度面に優れ、かつ 20mm の旋回式機銃5門を固定武装に備えていた二式飛行艇は、1942年3月には2機でハワイへの空爆を行う軽作戦にも使用されたな。この軽作戦では二式飛行艇は大きな戦果を上げることはできなかったが、その航続性能を活かして実施された作戦となり、アメリカをはじめとする連合国側の兵士たちからは、フォーミダブルを呼ばれ恐れられたという逸話が語り継がれているらしい。その逸話を象徴するかのように二式飛行艇は1943年11月には、アメリカ軍の戦闘機 P-38 ライトニング3機と空中戦を行えない1機を撃墜、また後には同軍の大型爆撃機の B-17 や B-25 を撃墜したブリューデンも記録されているよ。こうした数々の逸話を残した二式飛行艇だけど、そこで培われたノウハウや技術が、今の救難飛行艇 US-2 へと脈々と受け継がれており、同機は2007年から海上自衛隊での運用が行われているけど、いかんせん生産数はこれまでで8機と少数にとまるんだ。救難飛行艇 US-2 は海上自衛隊に採用されているのみであり、そうした限定ゆえに生産数が少ないことから1機あたりの取得コストもおよそ100億円と高額であり、2011年以降は海外への輸出にも力を入れているが現時点で確定した取引はないな。一時期は救難飛行艇 US-2 は輸出先としてインドに輸出ライセンス生産の総数15機という取引が盛んに取り沙汰されたこともあったけど、やはりコストが高いことが最大のネックとなったようで、その後の進展も聞かれなくなっているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。